はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第159回でございます。で、深夜放送、深夜撮影なんで、ちょっと声のトーン、おとなしめで申し訳ないんですが、今回テーマが、親の言葉は愛か暴力か、これがメインです。で、あと、周りと比べて自分がダメに見えるっていうのと、あの動画についてっていう。これはですね、今週公開した、一緒に勉強しようっていう、動画を撮ったんですね。それについてどうしても喋っておきたいので、それを最後におまけで喋ります。そんな感じでいきますので、よかったらお付き合いください。今回メインテーマ、そしてサブテーマの上ですね、その周りと比べてっていうのは、相談から、メールからね、いただいたやつをお答えします。で、まずメインにしてるその親のことは愛か暴力かっていうとこなんですけど、ちょいちょいいただく相談で、どうしてもやっぱ親子さんと馬が合わない、これね、合わないにもレベルがあるんですけど、普段すごい仲がいいんだけど、そのなんだろうな、こう随所随所の言葉にトゲがあってそれが辛いっていう方もいらっしゃれば、もう普段からものすごいこう言われようね、なんかすごい辛い言葉をいっぱい浴びせられてて辛いと、で、そういった相談も結構もらったりするんですね。やっぱりどうしても親のことなんで、なかなか言いにくいっていうのもあると思うんですけど、で、自分の思うことを今回ね、話していくんですが、これね、綺麗事で話すこともできるんですけど、今回綺麗事で話してもしゃあないんで、自分が思うままに話します。あんまりこう、オブラートに言葉を包まずにちょっと言おうかなと思ってるんで、聞きようによっては、若干ね、え?っていうところもあるかもしれないんですけど、親御さんって、保護者の方っていうのは、これちょっと綺麗事というか理想論ですけど、でも基本的には、やっぱり子供のことを思ってるものだと思っていて、で、これは自分自身がね、人の親というか、息子が2人いるんで、俺も。そう、人の親としてやってて思うことですし、あとは塾講師だとか今やってる時にね、保護者の方とお話しすることってたくさんあったんで、やっぱり普段のその子供、生徒だよね、自分の生徒と、お母さんお父さんのこうやり取りとか見てると、やっぱ結構きつい言い方する、特にお母さんだねって結構いるんですよ。自分の前でもお母さん結構そういうこと言っちゃうみたいなそうあるんですけど、でもその二者面談、ね、子供がいないところで話をすると、ものすごいやっぱり子供のことを思ってて愛にあふれてるのね。でもなんでそういう言葉を浴びせるかっていうと、表現の仕方がわからないっていう。で、これは自分がいろんなお母さんと話していく中で思ったことですけど、長男長女というか一番上の子ですね、一人目の子供、兄弟がいる場合一番上の子ですよね、の時が結構きつい言葉だったりすることが多いのかなっていう印象があります。で、これは今になって思うことですけど、自分も息子がね、3歳の息子と0歳の息子がいるんですけど、やっぱり普段、子育てするじゃないですか。で、やっぱ怒る場面もあるわけですよ。特に3歳の子はやんちゃなんでね、そこそこで行った後に、ああ今の叱り方ミスったなって思うことってやっぱあるのね、言い過ぎたなって。そうで、多分それって一人目っていうこともあるし、この先も続くと思うんですよ、自分は。一番上の子に関してはミナチョってみんなで呼んでもらってるんで、ミナチョって呼んじゃいますけど、多分ミナチョが小学校に上がって中学校に上がってってなっても、叱る場面とか怒らなきゃいけない場面も出てくるからさ。で、それって、やっぱ一人目なんで分からないんですよね。そう。で、やっぱ自分の感情でイラッと来てしまって、その感情のままに行ってしまうこともあるし。そう。で、それがやっぱり出てしまうのが、親なのかなっていうのもあるんで、できた親御さんもいらっしゃいますよ、もちろん。自分の気持ちをちゃんとこう律して、ね、制して、冷静に子供のことを思って言うっていう。そうそうそう。というのもいらっしゃるんですけど、やっぱそうやって、大人、親って言ってもさ、ね、完璧な人間ってわけではないので、そういったところもあるのかなと。だから基本的には、保護者の方が言う言葉ってのは愛が元になってるとは思ってます。思ってますけど、ただ、最初に言ったように綺麗事だけで今回話するとはないので、この活動をしていく中で、
相談を受けるじゃないですか。で、相談を受ける時ももちろん、子供側ですよね。基本的に8割9割は、学生のみんなから相談を受けます。で、1割2割、まあ10、まあ統計取ったことないけど 10% ちょっとなのかな、は保護者の方からの相談も受けるんですね。そうで、まあその学生のみんな子供側からの意見だけで全部鵜呑みにするわけにはいかないので、やっぱりそういうところはやっぱり両者のね、保護者側と学生側の意見をちゃんと見てで判断してあげないと思ってるから、だからみんなからもらった相談だけで判断するつもりはないんだけど、ただ塾講師やってた時っていうのはもちろん親御さん保護者側とその生徒側だよね、自分のの両方の意見を聞けるからさ、一応判断はできるじゃん。そこでその中で多いっていう保護者の方もいらっしゃるんですよ、やっぱり。そう、自分の子供なんだと思ってんのみたいなで、それを実際にそういうことを言ってしまって喧嘩するみたいなことありましたけど、ちょっとだけね、ちょっとだけだけど、だから実際ね、そのまあ何割か分かんないけど、ほとんどの保護者の方はきつい言い方をしても根本には愛がある、ただ表現の仕方が分からないとか不器用だったりとか、そうで言ってから後悔するお母さんもたくさんいるからね。そう、それを相談されることもあったし、今もあるしね。どうしてもこういう言い方をしてしまうんですって、どうやって表現したらいいですかみたいな。だから悩んでるんだよね、実際。特に一番上のこの親御さんっていうのは初めての子育てなんだもん。そう、例えばみんなね、まあ中学校の、まあ、3年生だったら14歳15歳でしょ。15年間子育てしてきて迷うって何って思うかもしんないけど、でも14歳のみんなを子育てするのは初なんだよ。わかるかな？1歳2歳ではないからね。そう、中学生のみんなを子育てするのは初なわけだから、やっぱり迷うんだよね、それはね。その思春期っていうこともあるんで、どこまで踏み込んでいいのか、どこまで言葉をかけていいのかもわからないし、これを言ったらやっぱり迷惑になるのかなとか、でも言わなきゃいけないこともあるよなっていう葛藤もたくさんされてる保護者の方もね。そう、だから基本的にみんなのことを思ってるってとこが根本にあるんだけどでもいや、それはただの暴力だろうっていう方もいらっしゃるので、そこに関してはどっちとは言えない。じゃあなんで今回このテーマを話したかっていうと、じゃあみんな自身がね、そう言われて、でも愛が根本にあろうが暴力だろうが、きついことはきついじゃないですか。えって、例えば思春期でね、みんながお父さんお母さんのことは超嫌いっていう子もいると思うの、実際ムカつくって。そういると思うんだけど、でもやっぱり家族に言われる言葉ってきついんだよね、どんなに嫌いな相手だと思ってても。はぁ、うっせえよって思って部屋に閉じこもってもちょっとズンってくるの、その後。そう、じゃあそれをどう切り替えるかっていうところに、やっぱりこう、なんだろうな、話の論点をちょっと持っていきたくって、と持ってったとしても、でも解決策は持ってないんだよ。そう、やっぱりそれは気持ちの問題だからさね、これをしたら解決するっていうのはないんですけど、でも根本に愛があったらいいなってところからね、そこを持ってるから、ちょっと理想論になっちゃうけど、そこは綺麗事とかにね。でもこの先生きていく中で嫌なことを言われることってたくさんあるのね。みんながさ、そのこの先じゃ高校行って、まあ、大学行くかね、その専門学校か就職かわからないけど、こうどんどん進んでて、いつかは社会に出ていくわけじゃんか、働くわけだよね。でもちろん仕事をするっていうのは想像、どんな世界か想像つかない方の方が多いと思うけど、思った以上にきついんですよ。きついというか嫌なことがある。すげえ頑張ってるのに足を引っ張ってくる人なんてたくさんいるし、モチベーションを下げようとしてくる人とかね。そう、だって会社でもいじめってあるからね、実際に。俺はないんだけど、そう、俺の会社ではされてた人も、俺もされたこともないんだけど、でも話を聞くとあるんだよね、やっぱり。特にこう実力がある人のこの引きずり下ろそうとする、下に下げようとするね、わーと変な、なんだ、噂流したりとかやつもいるわけだよ、そんなアホみたいなやつも。だからこの先みんなが生きていく中で辛いこととか嫌なこともたくさんあるのね。でその足を引っ張ってこようとする、その会社とかでね、っていうのはそこに愛はないから、微塵も。で本当にへこむんだよね。そう、でもみんなが今はね、例えば親御さんとかにきついことを言われたとしても、そこにもし、なんだろうな、
根本に愛があるというか、後々結構笑い話にできることが多いの。思春期も終わって、まあ、高校とか行って、まあ、ここ卒業して社会出たりすると結構親との仲って良くなったりするんだよ。当時めちゃくちゃ悪くても、本当にこれね嘘かと思うかもしれないけど良くなるんだよ、わりかし。でその時にやっぱり親と笑い話にできることって多いのね。あの時子モンスターの時のマジ本当うざかったわとかねそうそうそう、親に実際言えたりとか笑い話でね。でそういったことを考え、まあ、そういう人が多いからさ、実際考えると今しんどい言葉を浴びせられてもそれをどう気にせず切り替えるかっていう練習させてもらってんだなみたいな。いやわかるよ、あの本当にね辛いことを言われた時にそんなこと考えらんねえよって思うと思うんだよ、思うと思うんだけど、でもそういった考え方もあるんだなっていうのをどうしても伝えたかった今回。親に言われた言葉にしても、まあ、周りね、別に他人とか友達とか、友達じゃねえか、そんなこと言ってくると。わかんないけど。嫌なこと言ってきた時にモチベーション下がるっていうことはたくさんあるんだよね。そう。多分これみんな受験生とか聞いてたら、あと半年あるじゃないですか。ありますよ、この先。それが親か、塾の先生か、学校の先生か、友達か、まあ、周りのね、人間かわからないけど。で、その時に、ずるずる引きずっちゃダメなんだよね。それってすごくダメなこと。いや、きついこと言ってるよ。きついこと言ってるんだけど、どれだけ早く切り替えられるかっていうのは、一個の力なんだよね。なぜなら、嫌なこと言われましたと。で、嫌なこと言われて、ズーンってなってる時って、勉強できないんですよね。できたとしても集中できなくない？なぜなら気にするから、そのこと。気づいたら、そのこと思い出すんだよね。そう、だから集中できないと。で、それがさ、3日で切り替えられる子。だったら3日後には普通に戻れるじゃないですか。もうまあ普通じゃね、いきなり100気にしてたのを0には持っていけなくても、まあ、10とかまで減らせればさ、集中力もそれだけ上がるでしょ。でもそれが1週間、2週間、3週間ってずるずる引きずってしまったら、その時間どん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 離されていくよね。そう。だから一つの考え方として、これは切り替える練習なんだ、ふざけんなバカ野郎と思いながら、そう、うっせえなって思ってて構わないから、そう。でも早く切り替えようって、そうっていうふうに思うといいです。で、切り替える時のポイントとして、あまり憎しみとかいう負の気持ちに持ってかない方がいいです。あのね、見返してやるっていうのはいい気持ちだと思うの、個人的には。それは負の気持ちじゃない。でもあまりにもムカついて親に対してもうね、まあ、ムカつくのはまだいいよね、死ねばいいのにとか本気で思ってしまったりとか、そこまで負の気持ちに持っていくと逆にそのマイナスの気持ちで心がいっぱいになっちゃうんで、切り替えらんないんだよね。切り替えられてるようで、だったら見返してやるよって、見てるよこの野郎みたいなふうに思ってる方が自分はポジティブかなとは思います。いいかな、まあ、解決策ではないけどね、そういう考え方もあるんだよっていうのをちょっと伝えたくて話しました。ごめん、もう13分だね、やべえ、もう一個あるんだ周りと比べてね、自分がダメに見える、これもメインテーマでもよかったかなと思ったんですけど、ちょっとね今週にこれに関する結構深刻な悩みがあったので、メールで一人ね、お一人ねいたから、ちょっと早めに返そうと思って、で、親の言葉っていうのは今週メインテーマにしようとも決めてたんで、ちょっとサブテーマみたいになっちゃったんですけど、まあ夏休み終わったじゃないですか。で、夏休み明けの学校行って、で徐々に感じるんですよ、これ。あれ、周りすげえできてるようになってるのに、私全然できてるようになってないみたいな。これね、日を増すことに思うよ、思う子が出てくる結構。特に自分に自信がない子とか、夏休み頑張れなかったなって思ってる子なんかはね。でもこれ、この先ね、9月だけじゃなくて10、11、12でどん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 思っていくの、その気持ちで強くなるし、そういう気持ちを思うことが出てくるんだけど、その時に自分がね、持論として、自分の考え方としていつも思ってるのは、周りと比べて得るもの、ゲットできるものね、得るものは優しくないっていうのは常に思ってる。これ今でも。これ何かっていうと、自分よりできてるよなーって思う人と比べると、自分がダメだなって、今このね、今書いたやつだよね、ダメだなっていうマイナスに持っていくじゃないですか。で、逆に自分よりダメな人間、勉強できてね、サボってる、遊んでるみたいな、そっから得られるものって何かっていう、ただの安心感だよね。その安心感が、あ、よし、大丈夫、頑張ろうって持っていければいいけど、そこの安心感って基本的には、なんだよ、もっとダメなやついるじゃん、じゃあ、ちょっとサボってもいいかな、みたいな。
油断の方に持っていくんだよね。だから周りと比べて得るものって本当に優しくない、基本的にいいことがないんで、あんまりそうって思ってて、で基本的に周りと比べて自分がダメに見えるっていうのはダメじゃないよ、それ。そう、なぜならそれは周りのがよく見えるもん。なぜかっていうと周りのいいところが目につくんだよ。何々ちゃん、同じ得点の子がいました、自分と同じぐらいの子がね、同じぐらいの得点だった子がいて、何々ちゃんが超得点上がったよっていうこと子がいます。でもう一人の子はすごい下がっちゃったテスト、どっちに目が行くって、上がった方に目が行くんだよ。なぜなら焦るから、できるようになんなきゃって思ってるから。なので実際じゃあその上がった子にねの気持ちを考えたら、その子もすごい焦ってるの。基本的に同じような気持ちなん、みんな。そう、焦ってしまうと周りとやっぱり比べたくなるからね、どうしても判断基準が欲しいから。でもやっぱりさっきも言ったように周りと比べて得るものは優しくないんだよ。じゃあどうするって言った時に、先週のね、集中力が続かないって時も話しましたけど、やっぱり計画を立てるっていう。でその計画をね、しっかり時間を立てて時間をかけて立てるじゃないですか。その計画を守れてるかどうかってところを基準にするの。つまり自分で決めたことを守れてるの、私っていう。時間をかけて練りました、計画を。それ通りやったらきっと上がるっていう、そこの自信を持って立てたものだったら、それ通り言ってればいいじゃん。今すぐに得点が上がらなくても、受験時に間に合えばいいんだから。そこに間に合うかどうかの不安も出てくるよ。でこれからね、時間がどんどんなくなっていくと。でも今は自分が立てた契約を信じよう。自分が立てたものを守ろう、ちゃんと。そこに、まあなんだろうな、論点じゃないね、視点を持っていって、周りと比べるんではなくて、自分を、自分で決めたものを守れてるかっていうところに目線を言っていただけるとちょっと変わってきます。そう、周りと比べることが悪いとは言ってないよ。比べてしまうから、今でも俺も比べるんだから比べるよ。 YouTube やってて、例えばね、登録した他の人の登録者数見たりとか、再生数見たりとか、評価数見たりとか、比べるから、それはやっぱり。でもそれだけで気持ちの一喜一憂してたらキリがないのね。自分がやるべきこと、例えば自分だったら動画の投稿ペースとか投稿内容とかね、をしっかり自分の基準をはっきり決めて、そこを守れてるのっていう、だ自分との戦いだよね、結局は。うん、っていうところに視点を持っていくといいと思います。うん、です。じゃあ最後、長くなっちゃってね、最後あの動画についてです。今週ですね、何曜日だったっけな、水曜ぐらいにですね、さっき言った一緒に勉強しようっていう30分のね、本当に最初2分ぐらいちょっと話してるんですけど、その後30分間自分が手元だけ映して無言で、まあ、勉強というか板書作ったりの作業をしてる動画を上げたんですね。でこれは以前からリクエストを結構いただいてて、でなぜかっていうと、ツイキャスって知ってるかな、生放送でやるなんかサイトというか、そういうのサップだとサービスがあるんですけど、それを去年使って勉強キャスっていう、本当同じような感じです。それはね、自分の顔が映ってたんですけど、30分間とか1時間とか一緒に勉強しようぜって、本当に同じ時間ね、動画ではない、動画というか生放送なんでやってたんですけど、下の子が生まれてからちょっと勉強キャスできなくなってしまったので、それもあって、じゃあ動画で一緒に勉強したいんで、生放送じゃないですけど撮ってもらえませんかって結構いただいてた、その話を。でも個人的には生放送でやってたからさ、生っていうのは本当に同じ時間、自分と、ごめんね、自分と一緒にやってるっていう感じになるけど、動画だと生じゃないから、需要があるというか、これアップしてもどうなのかなってずっと思ってたの、その葛藤が。そう、でもやっぱり夏休みが終わったっていう一個の節目だったし、みんなが夏休み頑張ってきた、でここから切り替えてやっぱ辛くなる時もあるから、じゃあ自分がその動画をアップして、ちょっとでも頑張ろうって思ってもらえる人が一人でもいるんだったらいいかなと思って、まあ評価荒れるだろうなと思いながらアップしたんですよ。本当にすげえビクビクしてアップしたの。でもそしたらこうすごい、なんだろう、助かりますとか、ありがとうございますっていう、集中できましたみたいなコメントがめっちゃいただいてて、もうなんだろうな、嬉しかったし驚いたし、それに対して、あ、そうなんだと思って、本当に、なんだろう、ありがとうございます、ちょっとおかしいんだけど、ずれてる気もするんですけど、ありがとうございますなんだよね。よかったって安心感が今強いんだけど、個人的には。なので
もちろんね、それに関して、いや、全然今度何っていう。しかもね、取り方が下手くそすぎて、俺左手のアップばっかなの。腕の毛見えとるやん、みたいな。そうそうそう。ただ、もし本当に使ってくれるんだったら、その俺の、なんだろうな、動画の画面を見てないじゃん。みんな勉強してるわけだから。だから別に腕がアップで映っててもいいかと思って、アップさせてもらったんですけど。で、その動画の時も話してるんですが、もし BGM がね、あったら無音なんで、本当に無音で、紙に書いてる音とかしかしてないんですけど、BGM があった方がいいですっていうのが多ければと思ったんですが、コメント欄見てるとそんなに多くなかったので、うん、まあ今のところはいいかなとは思うんですけど、ひとまず BGM があった方がいいっていうのはもうちょっと多ければ、同じ動画で BGM 付きのをアップしようかなとはちょっと迷ってるところです。で、もう一個ですね、しつこいって思われるかもしれないんですけど、ちょっと長い時間バージョン撮れませんかっていうのはすごいいただいてて、メールとかコメントで。で、1時間バージョン、それ30分バージョンなんですけど、1時間バージョンを、今週撮れれば、できなかったら来週までにアップしようかと思います。で、2時間とかも書いてあったんですが、ひとまず1時間と30分用意しておければ、1時間を2回繰り返せば2時間できますし、っていうのを思っております。で、もう一個リクエストは、ちょっと定期的に30分同じのアップしてもらえると、あ、違うのが来たと思って、同じので繰り返しやるよりも、同じ似た動画なんですけど、ハイジさんが撮り直してくれたって方がやる気出ますっていうのは結構いただいてたので、まあ、今週来週で1時間の撮った後に、また30分バージョンとかを、まあ、一月に一回アップしたらしつこい気がするんだけど、まあ、ちょっと、まあ、いろんな方の意見聞きながらですけど、まあ、どのぐらいのペースかわからないですが、まあ、撮り直しをしつつやっていこうかなと思ってます。それは迷ってるんですけど、まだ。さあ、BGM 付きに関してと、撮り直しというか、重ねて撮っていくかっていうのは迷ってるんですが、ひとまず1時間バージョンは、近日中にね、アップしようと思ってますので、もしよかったら、使ってやってください。はい。本当結構シュールな映像になるんですけど、それで皆さんがちょっと勉強ね、なんかプラスな気持ちでできるんだったら、ね、この上ない幸せなので、自分にとっては。はい、なので、もしよかったら使ってやってください。では、長くなりすぎました。はい、すいません。今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。締め方が違った。今回は、親の言葉は、親の言葉は愛か暴力かというテーマで喋らせていただきました。改めてですが、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回が、まだちょっとテーマ決まって、だからね、何個か決まってるんですけど、また、何か悩み相談ですね、基本的には喋っていこうと思いますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。